前の動画では分数を簡単な数で表す約分について話をしました。でも約分って最後に割れなくなるところまで割っていたんやけどできるなら2で割って二で割ってするよりこれ8から2って何で割っているうんこれ4で割ってるよね。 そして十二から三もこれ四で割ってるよねつまり最初から十二と八、あ両方とも四で割れるなって気付ければ一発で一番簡単な分数にできたんですこっちも二で割って三で割ってでしたんやね最初二で割って三で割ってでしたんやけど六から一ってことは でで割割っっててるるね。ね。からもこういうふうに12と6あ両方6で割れるって一発で気づければ一気に一番簡単な分数まですることが約分することができました。それじゃあこの数って何になってるんやろあ 両方とも割れる数の中で一番大きい数や。ってことやね。二つの数、両方を割れる数で一番大きい数です。聞いたことないかな。ある数を割れる数のことを約数と言いました。そして二つの数を割れる数のことを公約数と言いました。その中で一番大きいものは約数。 最大公約数と言った。なので約分を一番うまくやろうと思うと最大公約数で分母と分子両方を割ってあげればよかったんです。12と8の最大公約数は4になっているし12と6の最大公約数は6になっているんやね。それで割ってあげればそれ以上は割れなくなるのです。 1> 1発でで約分をしきることができます。それじゃそれを踏まえてもう一段階なのでなるべく一発でやってあげた方が楽なんですなるべく最大公約数で割るようにして大きな数の分数の約分に挑戦してみましょうまた1から4です次の分数を約分しよう まず一番十十八分の二。えさっきまでやったらあ両方とも偶数やで二で割っていたんやけどまあそうやってちょっとずつ約分してもいいんやけどできるだけ大きい数で割りたいよね十八と十二の最大公約数っていくらやろ両方割れる数ですこれは六やね気づいたかなちょっと気づかんなっていう人は 前あったこの方法を思い出してくださいちょっと次のページに書こうかな次のページに書くと覚えているかな最大公約数とか最小公倍数の時にやった方法ですこれ両方とも割れる数で割っていくんやねそしたら12と18は2で割れるから69 ここまでやっちゃうと約分で細かいので割っているのとあんま変わらへんねんけどね3で割って2と3やねそして最大公約数はこの2つをかけた数のことでしたなので6で割れるんやね両方を6で割ってあげると 18÷6 は 312÷6 は23分の2ですこれはこれ以上割れないよね 大丈夫やね、分のになりました。あ最初はちょっとパッと最大公約数が出てくるのが難しくて困難したりうーんって考えなあかんかったりするんやけど慣れてくるとどん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 役分が早くできるようになってきます。たくさん練習しましょう。それじゃあ次2番36分の24。まあこれも2でも割れるし3でも割れるし4でも割れるね。 やねんけけどでできるだけ最大公約数割ってあげたい。何になるやろねまたこれでちょっと考えてみましょう。2で割れるんやね。まあでもさっき4で割れるって気づけたね。4で割れる4。4 6 2四4636。何で割れるやろ ?3 で割れるね。32が6。サザンが,がなのでこの。 橋の数を2つかけてあげて、資産12やね。12が最大公約数です。24を12で割ると、2やね、分子は。分母36を12で割ると、3やね。また3分の2になりました。までも今回は、最大公約数、12で割ってあげたんやね。こっちは6で割りました。それじゃ次、3番。 48分の32またこれもたくさんの数で割ることができますまあでもここは最大公約数を見つけようパッと気づけた人はいいよなかなか難しいけどねえこれは何で割れるやろうちょっと難しいなっていう時はとりあえず偶数で割ってみましょう1624これは何で割れるやろうお気づいたかな気づきましたよ私は 8で割れるね821683248の段に出てきている答えですなのでこれとこれのかけ算16が最大公約数になっていましたんやねえ両方を分子と分母の両方を16で割ってあげると 32÷16 は2やねこれまた同じのでできそうやね 48÷16 は3やね3分の2になりました 実はこの1番2番3番大きな数で気づきにくかったけど全部同じ大きさの分数になってたんです。約分をしてあげると同じ大きさの分数とかどっちが大きいか小さいかすぐ比べやすくなります。それでは最後4番。これは2 3分の2になるんかな ?60 分の15です。どうなるでしょう ?15 と 六十の最大公約数はいくらやろねこれどちらも一の位が五と零になっているので五で割れるよね五三十五、六十割る五は五一が五二十。これね三と十2これ三で割れるね一四これ以上は割れませんということはこことここをかけて 15で割ってあげると 15÷15 15は 160÷15 はいくらかなこれ4やね4520で2繰り上がるから今度は4分の1になりましたでもしっかりこれ以上割り切れない分数になってるよね こういうふうに約分する時はなるべく大きな数で割ってあげると割る回数が少なくて済みます。そしてその大きな数っていうのは2つの数の2つの数を割れる両方とも割れる一番大きな数になっていたので最大公約数になっていたわけです。ここで最大公約数を勉強したところが 生きてくる、使えるようになったんやね。